はい、皆さんです。この一般的な社内からの秘密や可能性を楽しく紹介させようと思っております。はい、となりますけども、もも裏を使いやすくする座骨神経スライドのやり方について、ね、紹介したいと思っております。もも裏が、ね、使えなくて、なんか走りにくいとかですね、もしくはもも裏がすごく疲れやすい、釣りやすいとかね、まあ、怪我しやすいとか、まあ、そういった方にもね、結構適用になってくるのが、まあ、今回ね、紹介させていただく座骨神経スライドになります。座骨神経で、ね、何かと言いますと、腰椎のところから出てきて、お腹の中を通ってですね、骨盤の下から出てきて、もも裏を、ね、ずーっと支配していくような、まあ、下に行くとちょっと名前が、蛍光神経と変わってくるんですけども、まあ、こう後ろに、ね、こうずーっと行くような神経ですね。でこの神経がもも裏を支配してまして、まあ、ここの神経にちょっとトラブルを抱えているとですね、そのまんまそのエリアの筋肉がちょっと、ね、使いにくくなるという現象が起こります。もちろん病的に、ね、座骨神経障害があるとか、そういった意味ではなくですね、まあ、単純にちょっと動きにくくなってっていうところですね。それだけでもね、結構影響があるので、それをね、ちょっと解除していくような練習をしていこうじゃないかということを、ぜひですね、やっていただければと思います。では、始めていきます。はい、では、始めていきます。まずね、最初にやっていただきたいのは、じゃあ、その実際にその座骨神経のトラブルが今あるかないかです。実際になかったらあまり関係ないんですよね。なので、一回チェックしてみてください。二ついきます。一つ目が、かかとをお尻にこう、つけてみてください。ポンポンってね、引っ張ってつけます。この時になんかもも裏がつりそうな感じがするとかですね、もしくは片方なんか届かないみたいな、すごい足上がんないみたいな、なんかこの辺しんどいみたいなことがある場合はですね、まあ、ちょっとねトラブル抱えている可能性があります。まあ、両方ねポンポンでつく人もですね、なんかすごい左右差を感じるって方はですね、ちょっとトラブル、その上げにくい不安にトラブルを抱えている可能性もあります。でですね、もう一個、二つ目のチェックポイントですね。二つ目は、お腹の硬さになります。お腹の硬さを指で押してチェックしてみてください。で押すとなんかあ痛いなとか張ってるなみたいな方ある場合はですね、これもですね実は座骨神経のトラブルが抱えてる可能性があります。実はね結構お腹の中を通ってこう足の裏に出てくる神経なので、トラブル抱えてるとお腹自体がね防御収縮的に固まったりします。なので、まあ、これはね絶対っていうか言えることではないんですけども、可能性があるって形になります。もちろんね内臓の問題で硬くなることとかもあります。ではですね、実際にケアをやっていきます。ケア自身はですね、座骨神経をスライドさせていくんですけども、3つ行います。この足首部分、もも裏部分、最後お尻部分、この3つやりますので、3つね、ぜひ取り組んでいただこうと思います。まず1つ目が足首部分ですね。膝をね、ちょっと曲げた状態で手でこうやって抱えてください。でこの状態で足首をこうやってパタパタ動かすだけになります。こうやって足首をパタパタ動かすことによって、こうずーっと通ってきて神経がこうスライドするんですね。こういう感じで引っ張られたり伸ばされたりしながら、まあ、こう動かされているようなイメージでパタパタやってください。でポイントなのはストレッチではないということですね。なのでなんか筋肉を伸ばしてあげようとか、なんか硬いとこほぐそうとか、そういったイメージを全部消してください。そういったイメージでやると全く違う効果になってしまって、ただのふくらはぎのストレッチとかね、ただのハムストリングスのストレッチになってしまいますので、とにかく動かすっていう、神経を動かすっていうのが大事だというふうに思っておいてください。こんな感じですね。いけたら、今度はですね、2つ目いきます。2つ目はももの裏ですね。もも裏へのアプローチになります。大体太ももの真ん中に、ね、手で両手で、触ってもらって、その状態で膝をパタパタします。まあ、足首は、ね、ちょっとこうクッと上げ てもらったらいいと思います。これでパタパタしてください。でもも裏に通っている座骨神経が動けばいいですね。こう動いている感覚があれば OK という形になります。こんな感じですね。これも、ストレッチではないので、あくまでも動かすイメージ、スライドさせてるイメージでやってください。ぐーっとね、ストレッチかけるとかっていう風にやると、また効果変わってしまいます。OK ですね。で、ラスト、お尻の部分ですね。お尻の部分でいきます。お尻の部分は、足を上げながら頭を上げます。こんな感じ。足を上げながら頭を上げる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 。足上げながら頭、これで、後ろずっと通ってる神経を動かした形になります。で、実際に最初の、ね、チェックに戻るんですけども、お腹ねチェックしてみてください。でお腹の硬さをチェックして、柔らかくなってる人は座骨神経トラブルの影響があったと思ってください。で変わんない人はね別の要因で固まっているというふうに解釈してください。で、最後ですね、一番最初にやったかかとをお尻につける動きですね。これを再度チェックしてもらって、その、もも裏がね、釣りやすかった人が、あ、釣りにくくなったとか、足がね、上がらなかった人が上がりやすくなる感覚が出てれば、OK という形になります。で、動いてもらった時に、もも裏の感覚が、ね、良くなって、なんか動きやすくなっていれば、OK という形になります。はい。
で、実際ね、この効果自体は、やった直後はね、結構リラックスして緩んでしまったりとかするところもあるので、ちょっと待ってもらった方が、いいかなというふうに思います。まあ、少し、どれぐらいですかね。まあ、2時間ぐらいとか、待ってもらうと、体に馴染んできて、よりね、オーラの感覚が良くなって動きやすくなるかなと思いますので、あんまりね、運動のアップ直前とかにやりすぎると動きやりにくくなってしまうことあるので、ちょっとそこだけね、気をつけてやってください。はい。ということでね、今回の内容はね、ここまでさせておこうと思っております。ゆるみ先生について Twitter、Instagram もやってますので、チェック、フォローよろしくお願いいたします。プラスね、オンラインスクールも営業してますので、体の秘密をね、もっと詳しく知りたい方はですね、概要欄貼ってますので、覗いてみてください。またですね、ゆるみ先生自身は大阪にありますので、体の秘密をね、もっと詳しく知りたい方はですね、ちゃんと身体をしっかりと身につけたい方はですね、一度ご予約いただければと思います。はい。ということで、今回は以上です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。